まずそこが一番の鍵だと思っていたので、しっかりとボールを持った人間が、リングを見ているかどうか、相手にとって脅威になっているかどうかというところで、ディフェンスはそれに反応してディフェンスしなきゃいけないので、まずそれが一番相手にとって怖くなる要因だと思いますので、それをしっかりとやっていこうというところで、まあ、アグレッシブというところが一番今日のテーマに挙げていきました。それはできましたよね。まずは、一段階はクリアできたんじゃないかなというふうには思います。ただただ、まだまだもっとできるところはいっぱいあると思いますし、ディフェンスでももっともっとしっかりと守れるところはいっぱいあったと思いますので、しっかり明日修正してもう一度このホームで勝てるように頑張っていきたいと思います。まあ、順位も本当に大事ですし、まずは、まあ、ここ4試合しかない中で今1勝2敗という中で、明日しっかりと北海道相手に勝てるかどうかというところで、自分たちの運命をコントロールできているというところに関しては、やっぱりコントロールできるものはしっかりとつかみに行って、手に入れたいというふうに思います。はい、今日も応援ありがとうございました。皆さんとまたこうやってホームゲームで会えたのが本当に嬉しいですし、このバスケットボール、このエンターテインメントが、もっともっと続いて大きくなっていけるように皆さんと共に歩んでいきたいというふうに思います。そのためにまた明日しっかり準備して勝てるようにチーム一丸となって頑張りますので、皆さんと一緒に戦えるように頑張ります。明日もどうぞ応援よろしくお願いします。 Go! Be Go!